こんばんは、平井弘明です。今回はですね、飛ばしについて動画を撮っていきたいと思います。飛ばしはどちらかというと僕得意な方ではないんですけども、僕のヘッドスピードでも260から70ぐらいは飛ばせることができるので、その使い方、多分普通に振ったらドライバーで250ぐらいだと思うんですけど、飛ばしに行った時にさらに飛距離がアップできる下半身の使い方だったり、クラブの使い方っていうのを説明していきたいと思います。クラブの使い方や下半身の使い方がわからないなっていう方に参考になればと思って撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ヘッドスピードは僕は47ぐらいです。ミート率は 1.45 から 1.5 ちょっとぐらいを行ったり来たり、ミート率はそんな悪い方じゃないと思うんです。なんで自分のスピードに対しては、まあ、ほぼほぼ限界ぐらいの飛距離は打ててるかなっていう感じはするかな。ミート率につながるかどうかは分かんないけど取っていきます。まず下半身の使い方なんですけど、これは僕が25歳ぐらいの時かなに習ったことなんですけど、まずアドレスの時に骨盤を立てるんですよ。お尻の後ろをこうやって上げる。そうすると前にこうやって骨盤が倒れるんですよね。そう、それでアドレスをするとここがめちゃくちゃ張るんですよ。ここがアドレスの時にすごいきつい形をまず作ります。楽な感じはこうだけど、今の言った形っていうのはこういう感じです。こう、ここが今めちゃくちゃ張ってるんですよ。そう、この形をまず作っていただいてアドレスを取ります。でこのアドレスを取ってもらったら、骨盤をこうやって立ててるんで、体が回転したらここにこうやってシワが寄るんですよ。ここに右の股関節にこうやって入りやすい。そうすると右膝が割れづらいんですね。割れなくて回転するとパワーがたまるんですよ。その形をバックスイングで作ってもらう。こういう感じですよね。硬い、めっちゃ硬い。そこから今度左の股関節にスイッチする。ここに入れてここに入れる、ここに入れてここに入れる。この股関節の移動、回転のこの、この移動をマックス使う。でフィニッシュはここに収まって止まったまんま右足をこうやって立てる。そうすると左太ももの後ろが破裂しそうになる。それぐらい我慢。でも飛ばしができて球にパワーが伝われてる人ってそれができてんだよね。この股関節のこの入れ替えっていうのはめちゃくちゃ大事で、これができてないとこうやってなってると入らないんだよね。だから回りすぎたりパワーがたまんなかったり、そうすると飛ばせない。なのでずっと股関節立ててこの股関節への入れ替えをしてると前傾姿勢が変わりづらいの。だからボールへの距離も変わらなくて自然とミート率も良くなるんだよね。それができてないとなかなか飛ばせないんだよね。これがざっと大まかに下半身の使い方なんですけど、より詳しく知りたい場合はぜひレッスンに来ていただきたいんです。はい。今度クラブの使い方、今52度持ってるんですよ。52度で通常のショットってたぶん110ぐらいかな、今ので、うん、110ぐらい飛んでるんですけど、青いグリーン登録何ヤードって書いてある？150。あそこに打ってみていい？届いたよね。今グリーン、今ピンの右にあるし、ボールあれ今俺が打ったボール。そう、40ヤードぐらい差が出たわけで、150のグリーンの手前だとしても130だとして20ヤード飛んだわけじゃない。あれが要は飛ばしに行けてるかどうかな。52度でフェースに乗せて飛ばすことができなかったら飛ばせないのよ、他のクラブでも。それは今たまたま52で打ってるんだけど、ピッチングでもいいし58でもいいし、こうやって52でもいいのよ。いいんだけど、あれぐらいその球をフェースに乗せて、乗せたまんまちゃんと遠くに飛ばせないと本当に他のクラブで飛ばせない。それぐらいボールにかけるウェイトだったり
クラブの使い方、シャフトの使い方、フェースの使い方ができないと飛ばせない。そう。だから飛ばし理論を入れても飛ばせないのよ。そもそものクラブの使い方ができてないから。だからああいう風にフェースをうまくコントロールできなかったら飛ばせない。そう。だから早く振ることはできるのよ。ヘッドスピードだけは。でも、まっすぐ行かないと飛ばしになんないじゃない？曲がっちゃったら。だからそれどうするのって言ったら、まずフェースコントロールだから。そう。で、フェースコントロールで力みもなく、ああいう風にフェースの力で飛ばせることができなかったら飛ばせない。そうだね。そう。うん。そう。早く振った分曲がっちゃうから。今のショット、取れてる？取れてんだけど。高すぎた。なるほど。屋根で見えない。あ、見えなかった。なるほどね。前から撮ってじゃん。いい、OK。うん。ああ。でも、キャリーで芝生は越えたでしょ。別にあれ曲がってもいいのよ、多少はね。で、多少ドローでもいいのよ。ほぼほぼ2球ストレートだったけど、もう1球っていい？これいい？行くでしょ、ピンまで。そう。そう、だからあれぐらい飛距離を変えられないとなかなかクラブをうまく使えないんだよ。飛ばせないから、もう一回ノーマルなショット打っていい？全然芝生の上に落ちるでしょ。あれぐらい飛距離が変わるんだよね。そう、あれがクラブの使い方。飛ばしに行ってんのか、ノーマルショットなのか。その使い方だよね、知りたいのは。そう。なんでウェッジでやるかっていうと、さっきさ、早く振ったら振ったほど曲がっちゃう可能性が出てくる使い方ダメって言ったじゃない。前も動画で言ってるけど、ウェッジってロフトがあるから、こう、適正なこのクラブのスピードで振らないと、下をくぐるわけよ。そう。だから、ここに乗ってる時間でこうやって飛ばせないといけないの。捕まえないといけない。だから、遅すぎても飛ばないだけになるじゃない。早すぎてもくぐるじゃない。だから適正なスピードでフェースにくっついている時間を長くして遠くに飛ばさなきゃいけないの。そう、めちゃくちゃ難しいでしょ。それが飛ばし。飛ばせてる人ってそれが自然にできてるの。まあ、じゃあそれでドライバーとか打ったらもっと楽に飛ばせるようになる。そう。フェースに乗る乗らないのことも入ってくるから、結局ドローが簡単に打てるわけ。そう。乗せられるから。そう。乗せられないとドロー打てないから。もちろんフェードもそうなんだけど、要は球のコントロールができない。それはね、右と左に曲げるだけじゃなくて、前後に曲げるとは言わないけど、距離を打ち分けるのもフェースだから。だから、十字でね、前言った。そう。だから前後左右がコントロールできてる人って、勝手にフェースコントロールでそれをやってるから。そうする。腰って、力だけじゃないってこと？力だけじゃない。技術必要。絶対技術は必要。だから、ちゃんと、正しい自分に合った技術を取得して打たないと飛ばせないんだよね。早く振ればいいってものでももちろんないし、早く振ったら振れた方がいいんだけど、その早く振った時に出る害を知って、それをちゃんと対処して、適正なクラブの使い方、動き方を分かってないと絶対飛ばせないんだよね。そう、だからすっごい難しいの、飛ばしって。だから距離を抑えてコントロールした方が、まだ、そう、楽なのは楽。だからすごいその飛ばしってね、難しいのよ。だってそれにさっきの体の使い方だったり、回転だったり、下半身の使い方で下半身リードなんて入れたら、もうわけわかんないでしょ。そう。だから何か自分を変えるってこともそうだけど、飛ばすっていうのはすごい難しい。じゃあ皆さんが練習でやるとしたら、うん、ウェッジで飛ばす練習をした方がいい。うんうん、これはね、めちゃくちゃおすすめ。例えば、58サンドウェッジで、俺、多分80ヤードぐらいのフルショット。それで、さっきの PS52 のフルショットぐらい、110から100ぐらいを打つ練習。もうめちゃくちゃ大事。飛ばし行くね。そう、まあ多分、105とか110ぐらい。ああいう風に、こう、ウェッジでも絶対打たない距離まで飛ばしに行く。これ今58度だったら100ぐらいを目安にしてもらいたいし、56度だったら100から105ぐらいを目安にしてもらいたいんだよね。
で52度だったら110前後ぐらいを飛ばしてもらいたいんだよね。飛ばなくてもいいのよ。飛ばしに行ってちゃんと高い球が出て自分のフルショットよりも飛んでればいいのよ、少しでも、うん、いきなり20ヤードアップっていうのは難しいから、ちゃんとフェースに乗せて球を遠くに飛ばす。こんな殴り球は良くないから、なるべくストレートに近くて、多少ねフェードドローでもいいから、そういう球の飛ばし方っていうのをウェッジからやるのもすごい大事で、上げていけばいい、上げていけばいい。全然もちろんミドルアイアンとかロングアイアンになるとそれ停滞するのよ。でまたウッドになると上がり始めるから、あそうこういう状態になるんだよね。そうだから、まあウェッジとドライバーとかでいいから、でそれの打ち方でドライバーやるとやっぱ飛距離って多少伸びるんだよね。だからドライバーで例えば200ヤードぐらいの方だったら、ウェッジでじゃあその練習を1ヶ月やりましたって言ったら、多分1ヶ月後その使い方ドライバー持った時できれば210ぐらいはいくと思う。そう、それぐらい使い方が大事だから。そうだから一番下の下2本のウェッジのどっちかで飛距離をアップさせる練習っていうのはやっていただきたいね。今回はですね、ちょっと下半身の使い方とクラブの使い方で飛ばしについて動画を撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。